新型コロナウイルスの感染状況については、新規陽性者数について、その増加傾向が顕著になってきております。感染が拡大している地域において、大規模集中的な検査や、クラスター対策の専門家の派遣、保健師の広域的な派遣調整など、自治体の感染拡大防止に向けた取り組みをしっかりと支援をいたしているところであります。国民の皆さんにおかれましては、飲食を伴う懇親会やマスクを外しての会話など、感染リスクが高まる5つの場面を踏まえていただいて、今一度基本的な感染防止対策に努めていただきたい。このようにお願いをしたいと思います。